アメリカンフットボール。かつてこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げわるうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋リーチャです。令和5年9月16日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、2023 X3 リーグウエスト開幕戦となります。その一戦、三重ファイヤーバード対佐藤建設スタンディングベアーズの一戦がまもなく行われます。試合開始は前の試合の終了時間に合わせまして14時20分に変更となりましてのキックオフ予定です。現在その試合に先立ちまして、両チームウォームアップを終えまして、まもなく試合開始の時を迎えようとしています。本年2023年の X3 そして X2 ウエストは非常に大きな変革を迫られる、そして非常に期待あふれるシーズンとなりました。来季は X1 を含めました大きくリーグ編成を行われる結果、現在 X2 が6チーム1リーグ制、 X3 が13チーム2リーグ制を取っていますが、これにこの改編に伴いまして来季は X2 が2リーグ10チーム、そして X3 が1リーグ 7チームという形、1ブロック7チームという編成になります。この結果、今シーズンは入れ替え戦が行われず、 X3 は各ブロックの上位3チームが自動的に X2 に昇格できるというビッグチャンスのシーズンとなりました。従来ならば行われるべき優勝、そしてそこからの入れ替え戦という大きなハードルが取り除かれ、一気に X2 に上がれるこの貴重な1年となります。この一戦、その初戦になります開幕戦におきましても、従来とは異なった趣を持って両チームこの試合に挑んでいることでしょう。そこで相対します本日の対戦カードは、手前側に本日は陣取っておりますホームチーム、えんじのカラーユニフォームをまとっていますのが佐藤建設スタンディングウェアズです。岡山に拠点を持ちまして長く活動しております X リーグのチームです。そして対します反対側は三重にその拠点を置きます三重ファイヤーバード、こちらもカラーはレッドですが、本日はアウェーチームという形でホワイトのユニフォームをまとっております。共に地方にありながら、その X において研鑽を積んでおりました両雄によります X2 をかけた一戦となります。この開幕戦、まもなく試合開始となります。令和5年9月16日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 2023 X3 リーグウエスト本年開幕戦となります一戦、佐藤建設スタンディングウェアズ対三重ファイヤーワードの一戦が行われます。タラメから両チームによるコイントスが行われます。失礼しました、
本日はホームチームが三重となっております。手前側に陣取ります三重ファイヤーバードがホームチームカラーのユニフォームをまとっています。対しましてアウェー側は、失礼しました、チームに誤りがあります、訂正させていただきます。チーム名紹介、誤っておりまして申し訳ございませんでした。本日の一戦は三重ファイヤーバード対トヨタブルファイターズという形になっております。大変申し訳ございませんでした。トヨタブルファイターズがアウェー側、本日はホワイトのユニフォームをまとっております。大変申し訳ございませんでした。キックオフの結果、トヨタキックオフ、三重リターンで試合が始まります。本日の一戦は1クォーター10分の正式で計時で行われます。まずはトヨタブルファイターズのキックオフで試合開始という形になります。キックオフを務めますのはトヨタブルファイターズ23番の安田。対しましてリターナーとして三重は2枚配置しました。82番と、現在番号の確認が難しい状況の向きになっておりますが、8番でしょうか、両雄がセットをしております。さあ非常に低いキックでしたが、このキックしたボールをリカバーできず、そのまま外へ出ました。結果的に三重は自陣25ヤード付近からの攻撃を得る形になります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回通し、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは三重の攻撃となります。三重ファイヤーバード自陣25ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は10ヤード。さあまずはパスプレーが決まりまして約5ヤードのゲインとなっています。ボールを持った選手が倒されるまでが攻撃の前進距離という形になります。まずは5ヤード三重は獲得することに成功しました。三重これによりまして攻撃権更新残り距離5ヤード、2回目の攻撃に入ります。三重ファイヤーバードセカンドダウン5。これはトヨタのナイスディフェンス。三重今度はランプレーによる突破を図りましたが、これはトヨタが素晴らしい対応しまして、このランプレーノーゲインとしています。三重サードダウン3回目の攻撃に入ります。
キャリア32番は大久保でした。三重サーダン5、3回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は5ヤード。インターセプト、ターンオーバー。ここで三重はパスプレー。攻撃は開始点より後方より一度だけできる前パスを敢行しました。しかしそのパスを取ったのはトヨタの1番。インターセプトにより攻撃権ダッシュ攻守交代です。ターンオーバー。見事インターセプトを決めましたのはトヨタブルーファイターズのナンバーワン江口選手です。素晴らしいインターセプトでした。さあ攻撃権変わりまして、今度はトヨタの攻撃に変わります。トヨタ相手陣に入ってのファーストダウン点。さあしかしここはまず三重もディフェンスで見せます。ランプレーによりまず一つ目の選択をしましたトヨタですが、このランプレーをディフェンス陣殺到しノーゲインとしています。トヨタセカンドダウン2回目の攻撃に入ります。トヨタ相手陣23ヤードからセカンドダウン10。インターセプト、ビッグプレー、ターンオーバー。トヨタもここでパスプレーを敢行しましたが、そのパスを取りましたのは三重ファイアバー。35番がインターセプトしまして、さら三重も攻撃権を奪取しました。攻守交代です。三重攻撃権獲得。素晴らしい判断でインターセプトをする仕返す形に成功しましたのは三重35番の重野。さあ互いにビッグプレーを見せ合う非常に激しい展開になりました序盤戦。その中で三重ファイアバード自陣48ヤードからの攻撃に入ります。さあまずランプレーから入った。クォーターバック8番失礼しましたクォーターバックでしょうかランニングバック8番でしょうか、ボールを持ちまして中央突破を図りました。ゲインは約1ヤード。三重自陣49ヤードからセカンドダウン9。さあランニングバックにトスをしまして右オープンスイーププレー。味方ブロッカーが相手選手を吐き払うようにして走路を確保し右オープンを突くというランプレーでしたが、これはしかしトヨタもカバーしておりまして、ゲインは2ヤードほどにとどまっています。三重キャリアは32番の大久保。三重相手陣48ヤードからサーダウン7。パス成功。クォーターバック9番ですね、右に展開した82番にパスを通しまして約3ヤードゲインとしていますが、しかしフォースダウンに変わります。パスを通じましたクォーターバック9番は日光。ターゲットとなりましたのは82番の渡辺でした。三重フォースダウン4、パントフォーメーションを選択します。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかしパントは攻撃権放棄という形を意味します。このパントはトヨタ陣30ヤード手前のところでボールデッドとなりまして、この位置で攻守交代となります。互いにインターセプトを奪い合う形で激しい序盤戦となりましたが、
三重はこの攻撃シリーズは4回で終える形になっております。攻撃権変わりまして、今度はトヨタブルファイターズに変わりました。トヨタ自陣33ヤードからファーストダウン10。さあこれはどうなるか、タッチダウン。ここでトヨタはランプレーを展開しようとしましたが、クォーターバックボールをジャックル、なんとかランニングバックに投げ渡す形になりましたが、ここでボールをランニングバックがファンブルしました。すかさずこのボールを三重80番が拾い上げまして、そのまま一気にエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。三重ファイヤーバード、ディフェンスがビッグプレーを見せまして、まず先制となります。タッチダウンで6点を挙げております。そして三重トライフォーポイント。キック成功、1点追加。三重ファイヤーバード7点、トヨタブルファイターズ0点。まず三重がディフェンスのビッグプレーで先制タッチダウンを上げる形に成功しました。アメリカンフットボールは得点パターンを大きく分けると2通りあります。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、そしてプレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはその後にもうワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外だと自陣のエンドゾーンで倒されるセーフティー、自殺点があります。合わせますとアメリカンフットボール得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りとなり、この足し算によって組み合わさって引き分けが起こりにくい決着方式になっています。そして試合は得点を挙げました三重ファイヤーバードのキックオフで再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違いまして、得点を挙げた側のキックオフで試合再開です。トヨタリターンに入った。果敢に右オープンを展開しようとしまして、自陣38ヤード付近で倒されました。しかしこの位置からトヨタの攻撃となります。さあかなり優位な位置から反撃を開始できる形になっていますトヨタブルファイターズ。先ほど攻撃で大きなミスがありましたが、今度はここを取り返すことができるでしょうか。ここでホイッスルが鳴っています。ここで三重ファイヤーバード前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。まずは三重、ここで一旦守備の作戦タイムアウトを取りました。そして1回目のタイムアウトを取りました。さあこのタイムアウト、果たしてどちらの福音となるでしょうか。試合はトヨタの攻撃で試合再開。トヨタ自陣38ヤードからファーストダウン10。さあランニングバックにハンドオフして左オープンへのランプレー。キャリア20番スピードによって左オープン展開し、約3ヤードのゲイン。キャッ
ャリア20番は長野。まずトヨタがそのスピードを見せる形で1手目を展開しました。ここでホイッスルが鳴っています。ここでウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールはその日の天候及び気象条件に伴いまして審判団の判断でクォーターの半分でタイムアウトを取ることがございます。本日は9月ですが非常に高温多湿な環境に現在の鶴見緑地あります。熱中症対策としましてここで審判団タイムアウトを入れました。この配信は X2WEST、X3WEST 全19チームの合同企画によって実現しております。この企画にご賛同いただきました各企業様、そして画面上に映し出されている多くの個人様のご記者によりましてこの配信は実現いたしました。そのご交流大変ありがとうございます。できる限り皆様のご期待に沿えんと全チームこの一戦奮闘しております。今季は X3、X2 ともにそれぞれ上位にステップアップするビッグチャンスのシーズンとなっています。ぜひ皆様ご注目ください。さあウォーターブレイク解きまして試合再開。トヨタブルファイターズ自陣41ヤードからセカンドダウン7。さあ今度は中央へのランプレーを展開しました。キャリア20番にボール託し中央トップを図りましてゲインは約2ヤードほどになっています。ここは地上戦は20番の長野に期待しているようです。トヨタブルファイターズ取れたサーダウン5。これは見えナイスディフェンス。ここでトヨタオプションプレーによってランニバック20番にピッチして右オープン展開を図りましたがこれを読みまして見え35番素晴らしいチャージしましてロスタックルとしています。素晴らしい判断でタックルに決めましたのは見えファイヤーバード35番の重野。トヨタフォースダウン11パントフォーメーションを選択します。ナイスパント。ここでトヨタのパンタは素晴らしいパントを蹴り込みまして一気に陣地挽回、三重を自陣2ヤード付近に押し込んだ形で攻守交代となりました。素晴らしいビッグパント、ナイスキックでした。全体的に優位に進めておりました三重ファイヤーワードでしたがここでトヨタは素晴らしい個人技が光りまして三重非常に厳しい状況での攻撃獲得という形になります。さあ三重この状況をまず出せるでしょうか。自陣4ヤードから三重ファイヤーバードファーストダウン10。さあまず中央へのランプレー密集点突破し状況打開を図らんとまず1点目入りました。しかしこのゲインは約1ヤードにとどまっています。キャリアは32番の大久保でした。あ、面会を見ました、大久保は稲尾高等学校出身のルーキーです。19歳のルーキーです。三重セカンドダウン9。ナイスパスカット。クォーターバック9番ここでタイミングパスをタイトエンドに投じましたがこれを
トヨタ素晴らしいパスカットしましてパス不成功としています。前パスは失敗という形になりますとダウンを一つ失う形になります。従いまして三重前進なくサードダウンに変わります。三重ファイヤーバード自陣5ヤードからサードダウン9。パス不成功。ここでクォーターバック9番は左に展開している7番へのロングパスを投じました。ディフェンスバックとの1対1の状況に持ち込んでいますが、しかしこれはカバーよくパス不成功となっています。ダウン1つ失ってフォースダウンに変わります。三重フォースダウン9パントフォーメーションを選択します。トヨタリターンに入る。これは三重がナイスカバーしましてリターンはほとんど阻止していますが、しかし三重陣での攻撃上となります。トヨタ相手陣に入ってからのファーストダウンと変わりました。トヨタ相手陣41ヤードの絶好の位置からのファーストダウンに入ります。トヨタブルーファイターズファーストダウン10。さあトラブルが発生している。しかしその前にホイッスルが鳴っています。先ほどのプレーランニングバックへのシャベルパス短い前パスでした。したがってボールを落とした段階でパス不成功という形になります。トヨタセカンドダウンに変わります。トヨタ相手陣41ヤードからセカンドダウン10。これはナイスラン。ランニング枠28番トスを受けまして左オープンに見せ展開すると見せ一気に縦へ切り上がりました。相手のディフェンスの裏を突くようにしまして見事7ヤードゲインとしています。トヨタ28番は藤野。トヨタサーダウン3ボールオンは相手陣34ヤード。ここでクォーターバックスナップを受け損ねました。相手に奪われず何とか確保はしておりますが、しかしフォースダウンに変わります。トヨタフォースダウン4パントフォーメーションを選択します。このパントはエンドゾーンに入りましてタッチバック。タッチバックとなった場合は攻撃は相手側自陣20ヤードからの攻撃という形に変わります。従いまして攻守変わりまして三重ファイヤーバードの攻撃に変わります。攻守変わりまして今度は三重ファイヤーバードの攻撃。自陣20ヤード自陣20ヤードから三重ファイヤーバードファーストダウン10。さあここでまずクォーターバック自らがランプレーで突破を図ります。クォーターバック9番右オープン展開しまして約6ヤードのゲイン。
キャリア9番は日光。昨シーズン XE のリーディングパッサーも獲得しました。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、三重ファイヤーバード7点、トヨタブルファイターズ0点、攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。